大家好，我是何导。皆さん、こんにちは。何导です。今回は、我给你提供过消化上。那么现在开始吧。見た目はコツメ、頭脳はおいさん。何导の援護補導団。今回は、消化上について。消化上とは、扇を空を削るごとく、引っ掛けるように動かすことで、腰の主円環、前転の左右の横回転運動に合わせて、大きく立円を描くように操作します。まずは動作を見てみましょう。スローで確認してみましょう。扇を開いて持ち、左右に回す腰の動きに合わせて、大きな8の字を描くように動かします。体から扇が離れすぎないように立円を描きます。実際のところ、扇自体の動きはこのように手首を柔らかく8の字を描いているだけです。この扇の動きを腰を使い、腕を大きく振り回して行えば、シャオコアシャンになります。再度スローで確認してみましょう。上面および上沿で空を削るように、同時に扇を持った手の親指側の大上骨で引っ掛ける意識を持って動かします。正面からもう一度動作を見てみましょう。それでは扇を持っていない方の手も加え、両腕でシャオコアシャンをやっていきましょう。横からの動きで確認してみましょう。反対側からも見てみましょう。扇を持った右手と空手の左手を前後に開いて構えた後、相対的位置を維持しつつ、体を左に回しながら立円を描くように動かします。180度ほど回転したら、両腕の肘を曲げ、左手を扇を持った右手の前腕に添えます。両腕をそのままに、扇を持った右腕の回転を維持しつつ、腰を用いて体を右に回します。その後、左手は上に、扇は下に、こう描いて開き分けていき、立円を描きつつ最初の位置に戻ります。この一連の動きを繰り返して行います。再度反対側からも見てみましょう。消化上は紫宣上、紫宣線では車輪上の動作に出てきます。器械、機械、いわゆる武器を操る場合、一般に一方の手に獲物を持ち、もう一方の手は獲物の動きに合わせて動かします。空手の作用は獲物を持っている手よりも重要で、動作が標準か否か、協調しているか否か、実用的か否か、機能美を有しているか否か等々、
すべてにおいて獲物を持っていない空手の動きにその良し悪しがかかっています。基本の段階でしっかりと身につけておきましょう。それでは最後に実践してみましょう。まずは扇の実のシャオコアシャン。一、二、三、四、五、六、七、八。次に両腕で行います。市販動作を見ながら動きに合わせて行ってください。一、二、三、四、五、六、七、八。反対側からも見てやってみましょう。市販動作を見ながら動きに合わせて行ってください。一、二、三、四、五、六、七、八。どうでしたか？最初はなかなかうまくいかないかもしれませんが、失敗を繰り返しつつ練習することで無駄な力が取れ、少しずつ洗練されていきます。シャンズ、扇を用いての武術運動は、刀剣、刀や剣等の多種にわたる武器の使用方法をもって表現されます。これまでに解説した基本功の他にも、短兵器、短兵器の数ある操作法を扇に当てはめ練習することをお勧めします。多種多様な動作を身体に通すことで、扇の動きは千変万化、千変万化になり得るでしょう。継続は力なりです。地道に練習していきましょう。最後に、扇の扱い方や基本功には固定したやり方や普遍的な名称があるわけではありません。これまで紹介した扇の基本功の動作名称は、子宣山、子宣山の驚愕動画を作成していくにあたり、分類の便宜上、中国武術における共通用語、既存の扇の道路や胸劇における扇の扱い方の名称からの引用、及び何道が独自で名付けたものであることをご了承ください。それでは今回はこの辺で。下次再见。